ジョン・ケビン・メインはアメリカ合衆国バージニア州出身の野球選手。2002年、ボルチモア・オリオールズにドラフトで6巡目に指名され入団。2004年7月23日にメジャーデビューを果たしたが、この年はメジャーでの登板がこの1試合だけだった。2005年はメジャー昇格を果たし、即登板となった8月13日のブルージェイズ戦でメジャー初勝利を記録した。 シーズン全体では10試合で登板し、2勝を挙げた。2006年1月22日にトレードでニューヨークメッツへ移籍した。この年は7月から先発ローテーションに定着し、15試合の先発登板含む16試合でマウンドに上った。レギュラーシーズンでは6勝5敗、防御率3.60という好成績をマークすると NLCS の 第6戦では高騰し、最終的にチームは敗退したものの、シリーズ第7戦につなぐピッチングだった。2007年は4月に4勝0敗、防御率1.35の高成績で、ピッチャーオブザマンスに選出された。最終的に、トム・グラビンとタイとなる15勝と初めてシーズンを通して活躍した。2008年も安定したピッチングを見せたが、8月に、 肩の故障で DL 入りしたため、規定投球回到達は逃した。しかし、2年連続での2桁勝利を挙げ、チームに一定の貢献を示した。なお、この年は前年とピッチングスタイルが少し変わり、スライダーの割合が減った一方で、チェンジアップとカーブを投じる頻度が上がった。同年9月30日、肩の手術を受けた。2009年は、 腕に疲労が発生して6月に2年連続で DL 入りした。これは前年9月の方の手術後の遅れを取り戻そうとオフシーズン中に投げ込み方になったのが原因となった。結局は15試合の当番に止まり7勝に終わってに桁勝利が2年連続でストップしたほか防御率も2年続けて悪化した。 2010年はさらに登板機会が減少し、9試合に投げただけだった。実に5年ぶりのシーズン負け越しとなったが、脱参審率8.8はキャリアハイの数値だった。12月2日に FA となった。2011年2月17日にコロラドロッキーズと契約。11月2日に FA となった。2012年1月27日に、 ボストン・レッドソックスと契約。5月10日に放出された。2012年5月25日にニューヨーク・ヤンキースと契約。11月3日に FA となった。2012年12月13日にマイアミ・マーリンズと契約。2013年4月22日に FA となった。力でねじ伏せるタイプの投手ではないものの、速球を高めに投げる投球が持ち味。 その速球とスライダーを駆使し2007年は191回を投げて180脱三振を記録。ありがとうございます。